どうも、お疲れ様です。FX 折り合い日の皆様。それではね、第39週を占っていきましょう。毎回言いますけども、今回は最後です。別に占いをしてるわけではありません。そういう意味の占ってみましょうじゃなくて、見通しを探っていきましょうという意味ですからね。もう言いませんので、すいませんけども、お断り今回のことで最後になります。さあ、そして、これから私たちが向かう39週なんですけども、38週目、ちょっと思い出してみると、 祝日から始まって、祝日の過ごし方について解説しました。そしてそのメカニズムですよね。そして、えー、火曜日、水曜日は、なんとかね、待つことによって、リハバを取ることができたと思いますが、木曜日、金曜日っていうのはあ、やっぱりね、その前から申し上げていたように荒れたでしょ。で、ここでポジションを持たない方がいいっていうのも、確かにその通りでしょ。寝動きの幅を見ると、1円で、 前後前後とギザギザしてましたんで、これが全部取れたらなと思うんですけども、ああいう動きってのは結果的にそうなっただけで、あれが予測できるってことはありませんのでね。ファンダメンタルの勉強は、ファンダメンタルの勉強しなければ解釈できませんから、テクニカルとは全く違う理屈で動いてますんで、私たちは今テクニカルをしっかりと、お携えてですね、えー、自分の収入の次第にすることが先決です。 はいちょっと雑音入りましたけどすいませんそれではね39週の材料を見ていきますよまず月曜日なんですけども特にありませんご覧のような感じですはいそして、えー、月曜日はもう材料の影響も収まってると思いますので普通にテクニカルに勝負ができると思いますそして火曜日も材料少ないんですよねまあ月曜日火曜日は結構ねテクニカルがやりやすい、えー、2日間になるんじゃないかなと思います ただ火曜日の深夜23時にはアメリカでちょっとね、動きがあると思われますし、さらに水曜日の朝、これね、結構これもでかいんですよ。日銀の政策決定会合ね。ですんで、実はね、水曜日は今回例外的にものすごく難易度高いです。ですんで月、月火はやっても水曜日は難易度が高いので、今回は水曜日をね、お休みにした方がいいんじゃないかなと思いますね。 えそして木曜日です。まあ今回は材料少なめなんですけども、水曜を乗り切ると、木曜日は、まあまあテクニカルですね。はい。特に大きな材料はありません。夜になると、こういった GDP のね、確定値が出ますんで、これは動きます。さらに29時です。これは日をまたいで朝5時になりますけども、このパウエル発言もでかく動きますので、木曜日は、あ、金曜日ですね。金曜日はもう手も足も出ないと思ってください。だから39週目も、 テクニカルに向く日があるんだけども、もう全然ね、手も足も出ない日がありますね。で、ご用心ください。水曜日と金曜日ですよ。はい。えっ、ー、と、金曜日なんですけども、日本でも結構出てますね。この辺、8時30分から9時ぐらいに並んで、そして14時にも入ります。さらに、えー、日米とはあんまり関係ないんですけども、イギリスの GDP が出るのは、ちょっとはね、影響あるかもしれないですね。 で、金曜日はとにかく材料多いですから、こういう時ってのは、日米の発表じゃなくても、意味不明な動きってのが飛び込んでくることがあります。ですんで、39週目の金曜日はトレードしないことをお勧めします。まあ、いいですか水曜日と金曜日。39週目はこの2つが難易度の高い日です。まだね、直前に改めてお話し,しますけども、まあ金曜日の夜はね、出てますね。かなりのものが。 ま、この時間は皆さんポジション持たれてないと思うんで、金曜日は、もう朝からね、あんまり意識、相場のことを意識しないか、まあ、午後になったら、あもう、金土日と、ゆっくり過ごそうかなと思って、FX を離れる、もしくは、予習復習に努めるっていうふうにした方がいいかもしれませんね。それが、あこの一週間になります。はい、よろしいですか。水曜日と金曜日が要注意ですよ。あとは、テクニカル通りに行きます。